手に私がつけさせていただきました。タイミングに合わせてぴったりの曲を選ぶのが大変でしたわ。でも全てさくらちゃんのためですもの。いやーわいってほんまにかっこええな。よしゃもう一回見てやろう。ケロちゃん。でもさくらちゃんが協力してくださったおかげで素晴らしい映像が撮れましたわ。恥ずかしいよ。恥ずかしがってはいけませんわ。さくらちゃんはすべてのカードをさくらカードに変え、素晴らしい魔法少女に成長したんですもの。6年生になっても遅刻しまくっとんのは変わらんけどね。ケロちゃんしかしほんまにええ感じやないか。このクリエイトで作った敵もなかなかやし。クリエイト使う前に直子ちゃんから借りたファンタジー小説はいっぱい読んだもん。柊沢くんも帰ってしまわれましたし、事件はありませんし、多少の演出、脚色は仕方ありませんわ。智也も悪やの。私が作ったお洋服を着ていただいて撮影するためには手段を選びませんわ。はう。おいで。他に何のカードをつこたとこ取りたいんや。バブル、ダッシュ、フロート、フリーズ、チェンジもいいですわね。わいわい嫌やで。また小僧と入れ替わるやなんて。ではショーランか。おお、スイートなんかどうや。うまそうやないか。おい、気をつけろ、また来るぞ。うん。あら、未編集のカットが残ってましたのね。おお、わいも音するやないか。やっぱかっこええな。にお帰りになってから4ヶ月ですわね。大丈夫か。うん、よかった。ともよちゃんは知ってたんだね、シャオランくんの気持ち。はい。私だけだね、ずっと気づかなかったの。リーくんはそんなふんわりなさくらちゃんだからこそ好きになられたんだと思いますわ。でも、シャオランくんは私に好きだって言ってくれたけど、私、まだちゃんとはお返事してないんだ。お電話かお手紙では。シャオランくん直接私に言ってくれたんだもん。私も、ちゃんと会って言いたい。遅刻しちゃうよ。今朝のお約束バザーかい。だって夏休みだから遅く起きる癖ついちゃって。制服中ごとは今日は登校日か。うん、なでしこ祭の準備なの。おお、あの友枝町全体でやるお祭りか。うん、友枝町の代表で6年2組で劇やるの。なおこちゃんが台本書いたんだよ。で、さくらは何の役やるんや。お姫様。ああ、お姫様言うたら主役やないか。これなんとしてでも見に行かなあかんな。いやー、なんせ前はあの小僧がお姫様やっとったもんな。あら、見られたもんやなかったな。その格好で学校行くんか。はあ、おはよう。おはよう、さくらさん。おはよう。おそよ。遅うよ、怪獣。さくら怪獣じゃないもん。まあまあ、二人とも早くしないと遅れますよ。さ、食べましょう。うん、
いただきます。そういえば、いつもお昼からなのに今日は早いんだね。うん、あと1週間だもん。まだうまくできないとこたくさんあるから、もっともっと練習しないと。楽しみにしていますね。怪獣が主役の劇か。なでしこ祭めちゃくちゃになるんじゃねえか。どうやくんは大学でパーラー出すから、その手伝い。ゆきとさんも同じ大学だからな。わーい、行ってみようっと。お前に出すのはタバスコ入れといてやるよ。泣かないで。誰よりも笑顔が似合うあなたを、悲しませてしまう私を許してください。けれどこの気持ちを止めることはできない。私はあなたが好きです。私は私はあなたのことが。お姫様役なんて初めてだから緊張するし。大丈夫、さくらちゃんの演技日に日にお姫様らしくなっていますわ。あ、そうかな。毎日練習風景を撮影させていただいている私が保証しますわ。だといいんだけど。友枝優雲、そういえば丘の上にできるんでしたわね。うん、エリオルくん家があったところ。エリオルくん元気かな。明日帰りに行ってみましょうか。うん。まるで心が自分のものではないかのようです。あの人を好きになってはいけないのに、私は私の心を止めることができない。あの人の優しい笑顔が忘れられない。あの人に会いたい。会って私の本当の思いを告げてしまいたい。わいはまだ食べられるで。ショウランくん、もうないね。そうですわね。どうなさいました？なんか気配が。気配？遊園
地の中。サクラちゃん、知ってる？この気配、この気配は。すみません、よそ見してて。私を一番好きでいてくれる子しか嫌なの。シャオラン告白したらしいんだけど返事まだなんだって。シャオランは私の大事ないとこだし、うまくいくといいんだけどね。香港の学校も夏休みですな。ああ、急にメイリンが日本に行きたいって言い出して。ちょうど巴田町はお祭りですし。大道寺、メイリンとメールのやり取りしてるんだろう。ええ。メイリンを日本に誘ったのは大道寺か。ご迷惑でした。俺はさくらちゃんにお会いしたくなかったですか。そりゃ俺は、けどあいつが困るだろう。俺に返事をしないといけなくなる。ちゃんたちどこに泊まるの？大道寺さんところにお邪魔しようと思って。そうなんだ。じゃあ夕飯はうちで食べない？私頑張って作るから。ありがとう。でも私、大道寺さんとちょっと用があるのよ。そうなんです。ごめんなさい。ううん、いきなり言った私が悪いのだから、シャブランにご馳走してあげて。よっしゃ、こっちのが大きい。
相変わらずの食い意地だな。頼まれても取り替えたらええんで。誰がお前と一緒にすんな。小僧のくせに何やその言い方は。誰が小僧だ。こんなかっこええわいに比べたら小僧で十分や。どけ降りろって。小僧がおるっちゅうことは小娘も来とるんやな。わいのこの素敵で小粋な真の姿を小娘にも見せたらんとな。心臓がドキドキって息ができなくなっちゃうかと思っちゃったよ。でもシャオラン君に言わなきゃ。私の気持ち、せっかくまた会えたんだから。わー、ぐったぐった。ごちそうさま。味薄くなかった？いや、美味しかったよ。でもごめんね、お客様なのに手伝ってもらって。小僧はレタスちぎっただけやで。ケロちゃんは何もしなかったじゃない。わいはケーキ組んで忙しかったからな。何それ。わいはうまいもんに関してはいつでも真剣勝負なんや。つまり食い意地が張ってるってことだろ。やるか小僧。ケロさん、命拾いしたな小僧。どこ行くの？今日ずっと部屋でゲームやっとったさかい目がしょぼしょぼする。んちょっと早いけどもう寝るわ。けど、おやつ食べるんやったら絶対呼んでや。本当にケロちゃんって食い意地張ってるな。うん。あのね、さっきのことなんだけど、私。さくら、今日の夕飯は。お前。お邪魔します。ゆきとさん。こんばんは、さくらちゃん。あ、バス停まで送るよ。いい。でも大丈夫だ。じゃあごちそうさま。ああ、山崎たちにも会いたいし。じゃあ明日会えるね。ああ、また明日。また明日。ご機嫌斜めだね、トウヤ。あのガキ、やっぱり来やがった。でもさくらちゃんすごく嬉しそうだった。だから腹立つんだよ。トウヤは本当にさくらちゃんが可愛くて可愛くて仕方ないんだね。うせっ。ちょっと伸びたんじゃない？ちょっとだけな。
昨日も言えなかったみたいね、木の本さん。さくらちゃんのお家から戻られたリー君、特におかわりありませんでしたものね。はぁ、せっかく二人っきりにしてあげたのに。けれど、これでまたチャンスができましたわ。なの？さくらちゃん、告白の図を撮影するチャンスですわ。あ、相変わらずなのね、大道寺さん。勇気出さなきゃね。劇もあともう一つもね。あれ、あともう一つけど暑いわね。香港とどっちが暑い？そりゃ香港よ。ねえ、ジュース飲みに行かない？いいわよ、美味しいとこできたんだよ。暑いです。この前のお手紙で書いたなでしこ祭の準備で毎日忙しいです。劇で私が何の役をやるかなんですが、当たりです。お姫様役になりました。なんだかとても緊張します。うまくできるといいんですが。見とれすっぴー。そうそう、エリオル君のお家があったあたりに今遊園地が準備中です。それから香港からシャオラン君とメイリンちゃんが来ました。シャオラン君は少し背が高くなっていました。シャオラン君、you
くん、あのね、私ずらしてぼーっと突っ立ってるからだ。どうしたの？大きな声出して。ちょっとびっくりしちゃって。お詫びにみんなにアイスおごるよ。ね、トーヤ。なんで俺が？さくらちゃんの邪魔したから。待った。うん、いらっしゃったり。行こうか。なんで俺はあのガキにまでおごんなきゃなんねんだ。欲しい、ね、欲しいよね、これね。ありがとうございます。半分はトーヤのお金だから。見つかった？さくらちゃんの一番好きな人。はい。よかった。もうその人には言った？まだ。そっか。でも頑張って言うつもりです。応援してるよ、きっと。もう一人の僕も。はい。え、どうしたの？あ、いえ、なんか今カバンから昨日のビデオであのぬいぐるみの本当の姿ってやつ見たけど、大きくなってもぬいぐるみはぬいぐるみよね。中身は全然変わらないって感じじゃない？どうした？うん、あのね、さっき何か感じなかった？何かってなんだ？うん、なんかあったのか？ううん、なんでもないの。シャオランくんが感じてないなら気のせいだと思うの。なくなってるね。工事でもしてるのかしら。でも看板や注意書きがありませんでしたわ。じゃあどうしてよ。え、橋がなくなってる？うん、公園の管理の人が来てね、すごくびっくりしてたよ。そら変な話やな。エリオルはもうおらんし、黒カードは全部桜カードに変わってる。妙なことが起こるはずないんやけどな。そうなのよね。とにかく何かあった時のために桜カードはちゃんと持ち歩いとき。うん。はい、もしもし。あ、メーリンちゃん。うん、そう、明日は練習お休みだよ。え、遊園地？私が遊園地行きをセッティングしてあげたんだから。けど私が日本に来てからもう5日も経つっていうのにまだ言えないなんて。やっぱり木本さんはトロいわ。そこがまたさくらちゃんの良いところですわ。
ん次何乗る？え、何？よし、次あれ乗るわよ。観覧車ですわね。今度は私大道寺さんと乗りたいな。木の本さんはシャオランと乗ってね。頑張るわね、大道寺さん。なんだ？私シャオラン君のこと足元気をつけて。この気配、まさか。ここから気配がする。行こう。間違いない。これはクローカードの気配だ。クローカードは全部集めたのに、なんで？わからない。でも、4日前もここで感じたのは、確かにクローカードのものだった。こんなことなら、羅針盤を持ってくるんだった。抜ければ。うん。ない。スルーのカードがない。そんなバカな。返して、私のお友達。え？女の子？でもあの気配はまさか。誰やこんな緊急事態に。はい、さくらです。お久しぶりです、さくらさん。エリオル君？え？僕の、いや、クローリードの屋敷が取り壊されましたね。屋敷の下に封印してあったクローカードが発動しました。クローカードは全部で52枚やろ。ワイはあと1枚あるやなんて知らんで。封印されたカードの存在を知っていたのはクローリードだけだ。
そしてそのカードが使われたことは一度もない。なんやって？それは何のカードなの？クローカードは全てプラスの力を持っています。カードは常に何かを生み出すために使われるけれど、そのカードは違います。その封印されたカードは全てを無に返してしまう。無？全てをなくしてしまう力を持っているんです。なんでそんな物騒なカード作ったんや、クローは。クローカードはものすごい魔力を持っている。しかし、あまりに強い魔力は暴走や無秩序を生み出す。プラスの力があるためには同じだけのマイナスの力が必要だ。そら、中国の陰陽の考え方や。陰と陽を同じだけの力で引き合ってこそ自然界のバランスが取れるっちゅう。え、で、ちょ待て、その封印されとったカード1枚と黒カード52枚で同じ魔力があるっちゅうことか？そういうことだ。何？黒カードが黒カードであった時にはプラスとマイナスのバランスは保たれていました。けれど、52枚のカードたちが全て桜カードになった今、残った1枚のカードの封印は完全に解けてしまったようです。私がクローリードから受け継いだ記憶が完全なものであれば、もっと早く知らせることができたのですが。じゃあ、私が今日会ったあの女の子、それが封印されていた最後のカードです。さくらさん、カードがなくなっていませんか？なくなってる。それに今日もその女の子に何枚か取られたの。町が消えていませんか？町？例えば建物とか。ポストと橋がなくなってた。それがカードの力です。そのカードは桜カードを奪うたびに桜さんの周りの何かを消し去っていきます。物や空間、そして人々。ダメだよ、エリオル。さくらさん、聞いてください。そのカードも桜カードに変えればまた均衡は保たれます。桜カードにすればいいんだね。けれど、それにはあるものを引き換えにする必要があります。あるもの？それは何？その時一番大事にしている思いです。一番大事な思い。誰のや？それはカードが選ぶより魔力の強いもの。でも、さくらさん。エリオル君？エリオル君？おい、どななとね。切れたの？僕に気づいて電話線をなくしたようだ。思った以上の力だ。この結末がどうなるか知ってるの、エリオル？いや。私を守るために死んでしまうなんて。あなたがいなければ私に幸せなどないというのに。あなたに私のこの思いを伝えればよかった。本当の思いを。投資で見たのは初めてだが、よくできてるな。僕は寝てるだけだもん。木之本さんが上手なんだよ。そうそう、寝てるといえばね。すっごく感情こもってた。ほんとよかったよ。ありがとう。よし、いよいよ明日だ。なでしこ祭、みんなで頑張ろうな。はい。封印されていたカード、昨日の遊園地であったのがそうだって。どうすればいいのかも聞いたのか？そのカードも桜カードに変えてあげればって。でも
そのためには一番大事な思いを引き換えにしないとダメなんだって。クローカードの最後の審判の時、私好きって気持ちがなくなった世界を見たけど、すごく寂しい世界だった。もうあんなの嫌だ。あんな悲しいのは絶対嫌だよ。他に方法はないのか。わからない。エリオル君の電話途中で切れちゃって。もし本当にそれしか方法がないなら仕方ないだろう。ショーラン君、一番大事な気持ちがなくなってもいいの？そうしなければ町や人がなくなってしまうんならな。それとも、もう一人の僕の方がいいかな。もう一人の僕が、すごく心配だって言ってるから。変わるね。すごくと言ってない。なぜお前ばかり辛い目に遭うんだ。私だけじゃないです。みんな同じです。きっとショーラン君だって。その封印されたカードもクロが作ったものだ。クロは世に災いを起こすだけのものは作らないはずだ。うん、何か方法があるはずだ。一番大事な思いをなくさずに済む方法が、お前ならできる。大丈夫だ。ありがとう。残ってたなんてね。うん、さくらちゃん顔色がよくありませんわ。昨日もあんま死ねてへんみたいやし、大丈夫か。うん。ねえ、シャオランには相談したんでしょ。うん、これで全部か。うん、ありがとう。二人ともご苦労様。気配はクローカード。
劇は無理だな。大丈夫ですよ。大丈夫じゃないじゃない。劇中止かな。仕方ない。中止はダメですよ。しかし天崎、その怪我じゃ。いますよね、リー君。分かったらええんやけど。お待たせしました。早かったね。もちろんですわ。さくらちゃんのお姫様姿、この手で仕上げられなかったら一生の悔いが残りますもの。トモエはあんなことで一生もんの悔いになるんか。人それぞれですわ。日々悔いのないように生きねば。みんな、そろそろ始めるぞ。はい。すみません。あ、すみません。先生。そのみくん、そこ、空いてますか。ええ。ともよさんの歌、聞きましたか。ちゃんとビデオに撮りました。後で見たいな。カメラだけなの。ええ、さくらちゃんが主役のお姫様なのに。仕方ないね。私が撮ったのダビングしてあげるわ。ありがとう。ただいまより、友枝小学校6年2組の生徒たちによる劇を始めたいと思います。戦いで姫様もお疲れでしょう。この舞踏会はみんな仮面をつけて参加します。どうか心置きなくお楽しみください。ありがとう。でも私、ダンスは得意ではないから。大丈夫です。踊りの得意な殿方と一緒に踊るのが一番の上達法ですわ。さあさあ、知らない人と踊るなんてできないわ。それに魔法の石の行方が気になる。魔法の石、手に入れれば不思議な力が思いのままになるという。我が国は長く隣の国とその石を争っている。はあ、争いなどなくなればいいのに。そして争いのもとになる魔法の石は
誰かのものになるより亡くなってしまった方がいいのかもしれない。全くです。私もそう思います。どなたでしょう。ここでは名乗らぬのが礼儀です。そうでしたわね。私、仮面舞踏会は初めてで。私もです。まあ忙しい毎日で踊るなどということを忘れていました。今日は進化の者が塞ぎ込んでばかりの私を連れ出してくれたのです。同じですわ。争いが嫌い、舞踏会は初めて。私たちは似た者同士ですね。ええ。踊っていただけますか。でも私ダンスは。私も苦手ですよ。きっと足を踏んでしまいます。ではうまく避けることにしましょう。なんであのガキと踊ってんだ。シャオラン、前のお姫様よりはずっとマシね。いい雰囲気ですわ。あなたが我が国と争っている隣の国の王子だったなんて。姫、どうか泣かないで。誰よりも笑顔が似合うあなたを悲しませてしまう私を許してください。けれど、この気持ちを止めることはできない。私はあなたが好きです。私はあなたの気持ちに応えることはできません。私をお嫌いですか。違います。違います。いいよ、いい感じだよ。私はいえ、言えません。私のこの思いはあなたにも、いえ、あなたには。どうかお願い、私のことなど忘れてしまってください。心からなくしてしまってください。姫。何？大丈夫か。この気配は。されていたカードの仕業か。みたいやな。早く桜カードに変えてみんなを取り戻さなきゃ。俺も行く。シャオラン君。俺も行く。ではこれを着てくださいな。ともよちゃん、あの
じさん、こんな時に。こんな時だからこそ着てくださいな。今までさくらちゃんが着てくださったコスチュームは全て私が保管しています。さくらちゃんはどんな時も必ず笑顔で戻ってきてくださいました。私の作ったコスチュームと一緒に。だからきっと今度も無事で帰ってきてくださいますわ。ともよちゃん、ともよちゃんの作ってくれた洋服と一緒に頑張って帰ってくるよ。絶対。こちらはB君に。え？一人だけ帰ってこないなんていけませんわ。これを着てさくらちゃんを助けてあげてください。お二人とも無事帰って記念撮影させてくださいね。うん。あ、ひどいもんや。はよ、カードのやつ探さんとな。それほど遠くじゃない。きっとこの町のどこかにいるはずだ。でもどこを探せば。わかったで。今ので封印されとったカードのおる場所がどこ。カードが飛んでいった先だ。遊園地。残りカードは5枚。
いつや。気をつけろ、タイムの魔力が弱まってる。あなたが封印されたカードで。どうしてこんなことするの。あと4枚。お願い、みんなを返して。ダメだ、タイムが消えるぞ。もう無駄か。守護者もクローリードの作ったものだ。クローリードが作ったものはあいつには効かない。そんな、このままじゃみんな消されちゃうよ。どうすればショーラン君。俺の力はクローカードを使ったものじゃない。もしかしたら、来てー将来。それでみんなを元に戻すの。いやー！
冷たいところに閉じ込められて寂しかった。せっかくお友達が戻ったのに、なんで邪魔するの。そんなのお友達じゃないよ。相手を一方的に自分のものにするのがお友達だなんて、そんなの違う。違うよ。みんなどうして私のこと嫌いなの。私みんなとお友達じゃないの。ねえどうして。がなくなっても俺またさくらのこと。ショーラク！私のこと何とも思ってなくてもいい。私はシャオラン君が好き。私の一番はシャオラン君だよ。俺もだ。
ぐっていうのはね、昔は空の生き物でね。また嘘ついて。本当だよ。あの8本の長い足を超高速で回転させて大空を舞っていたんだそうだよ。お正月にあげるタコはもともとそのタコに糸を縛って飛ばしたのが始まりなんだ。もう嘘ばっかり。たこ焼きの形したスーパーボールなんてあげなきゃよかった。でも珍しいよね、このスーパーボール。待て、たこ焼き。
信じられるかい？スーパーボールが本物のたこ焼きに化けるなんて。また嘘ばっかり。本当だって。ほら、見てごらんよ。あれはさすがに食われへんか。そうですね。ください。はいよ。これが本物のたこ焼きよ。山崎くんが持ってるのはスーパーボール。確かにそうだけど、さっきは本当にたこ焼きだったんだって。はいはい。ケロちゃん、どこ行ってたの？部屋にいなかったから心配してたんだよ。聞くも涙、語るも涙の大冒険があったんや。え？ところで、さっきお父さんがたこ焼き買ってきたんだけど、まだ食べる？お腹いっぱいだよね。なんやって？あまり食べ過ぎてお腹壊さないようにね。いただきます！お菓子も好きだけどたこ焼きも好き。うん。ま、一個だけ置いといたるわ。